なかなか始まらない。あ来た。よし。はい。では、えー、っと、早速、バーチャルマラソン午後いきたいと思います。今日はですね、えー、っと、シェアポイントリストの5000件問題についてですね、ちょっと触れてみたいなと思います。はい。では、まずはですね、このイベント、マイクロソフト365バーチャルマラソン2022はですね、ご覧のスポンサーの皆様の ええと、ご支援によって行われております。ぜひですね。ええー、と、スポンサーの皆様の情報もですね。チェックしていただければなと思います。感謝ですね。はい、ありがとうございます。ではですね。簡単に自己紹介なんですけれども、私えっ、ー、と太田博文と申しまして、内田洋子という会社にえ勤めております。twitter やってますし、linkedin もフォローしてほしいですし、ブログも見ていただきたいですし、昨年にですね。出版したこのマイクロ。 ソフトチームズ踏み込み活用術、ちょっと見えてないかもしれないですけども、こちらもぜひですね、お手に取って楽しんでいただければなと思っております。で、と今日の内容はですね、この5000件問題なんですけれども、SharePoint の5000件問題、そもそもどういったものなのかというところですとか、最近の SharePoint ではどうなってるのっていうところをですね、ざざざざっと,ザザザザとこうご紹介できればなと思っております、は。い ではですね、ああ内容に入る前にあのご注意なんですけれども、今回のこのセッションの内容ですね、私の独自の調査ですとか、検証の結果をまとめたものになりますので、もしかするとマイクロソフト公式の情報とは少し異なっているところがあるかもしれません。検証自体は、ですねこの2022年今月、あ、先月ですね、もうすでにね、先月の4月の中旬ごろ行いましたので、 今後はちょっと変また変更されることがあるかもしれませんので、まあ、今時点の、えー、現状、こういうふうになってますよというところでですね、えー、と見ていただければなと思います。では行きましょう。さて皆さん、こんな噂聞いたことありませんかというところです。シェアポイントの5000件問題ですね。シェアポイントリストには5000件までしかデータって保存できないの。いやいや、今はなんか2万件だって聞いたぞと。モダンリスト、リストそうそう、モダンリストっていうのを使えば2万件入るんだよね、と。 まあそんんな話をこう出てくるんですねただ、5000件超えると、これ何が起きるのとかですね、結局、じゃあ5000件って何なんだろうな、みたいな、ここの辺あまり詳しくこう知ってる人っていないんですね。で、中には、あれ、うちのこのシェアポイントリスト、すでに3万件ぐらいあるんだけど、え、じゃあ5000件問題って何だったのみたいな、そんな話があるわけです。ですので、私はこの謎を解明するためにですね、この、 森のこう深いジャングルの奥地へとですねこう足を踏み入れていこうとかと、そんなふうに思っているわけですね。ですので、ここからはちょっと放送内容変更しまして、令和の都市伝説5000件問題は実在したでお送りしたいと思います。で,で、この調査の前提条件でございますが、リストにはですね今回えと10万件ぐらいアイテムを入れて、 まあの動作を確認しましたというところと、すべてのアイテムはですねこのリストのルートフォルダーに全部並列で、要は中にこうフォルダーを作ってこう分けたりしないでですね、そんな形でえと保存したものを対象に調査をしましたというところです。ではさて、5000件問題とは何でしょうかというところですね、このあたり、歴史書ですね、シェアポイントの歴史書、古文書があるんですけども、それを紐解いていくと、どうやらですね、この シェアポイントに対して何かしら特定のユーザーがシェアポイントに入っているデータを全部まとめて処理したいなみたいなことがあると、シェアポイントに過度の負荷がかかるということを回避したい、そんなための制限みたいなんですね。なんでこういうことが起きているかというと、このシェアポイント、昔オンプレミス、クラウドサービスではなくオンプレミスだったころは、シェアポイントのデータは SQL サーバーに入ってたんですけども、 このユーザーがですねシェアポイントに入っているデータをまとめて処理しちゃおうみたいなことがあると、シェアポイントは SQL サーバーに対してこのユーザーリクエストをこう投げるわけですで。そうしていくと、この対象ユーザーが欲しいデータだとかに対してですねこうレコードロックをこうかけていくんですね。そのレコードロックがこう一定数以上増えると、今度 SQL サーバーはこれじゃちょっとキリがねえなっていうことで。 このテーブル自体を丸ごとロックして、このユーザーからの要求、ここで言うと、シェアポイントからの要求を素早く処理しよう、そんな動作がします。これがですね、この SQL の、SQL サーバーのですね、ロックエスカレーションっていう動作なんですけれども、このレコードロックがテーブルロックにエスカレーションされる、そんなことなんですけれども、これが一定数以上の行ロック、レコードロックが発生したときに、テーブル全体をロックするんですね。 ここが、ね、5000、昔は5000だったんです。で,です、ねこの、じゃあそもそもなんでこのテーブルロックされることがです、ね、問題なのかというと、この男の人がです、ねえーとまあ、そんな無茶な要求をシェアポイントを返して SQL サーバーにしよう、まあ、投げつけるわけですね。すると、SQL サーバーはテーブルをロックします。あさっきの,あの、えー、ロックエスカレーションでですね。 でそのタイミングで、他の人が、じゃあ、シェアポイントちょっと見てみようとすると、この下の人からのです、ね、要求は、シェアポイント自体は受け付けて、SQL サーバーに投げつけるんですけれども、SQL サーバーはテーブルがロックされているので、その処理をブロック、まあ、要は後回しにしちゃうんですね。そうなると、この人、この上の人のです、ね、操作によって、他のいろんな人がシェアポイントを見れなくなってしまうんです。ですので、 シェアポイントは考えたんですねこのシェアポイントがこんな無茶な要求を SQL サーバーに投げつけるのを、俺がブロックする、ここは俺に任せて先に行けっていう状態になっててですね、えーっとまあ、ブロックするわけなんですけども、そうすると、シェアポイントはこんな大規模な、えー、っとデータ取得だとかはブロックしちゃうんですけども、その代わりより多くのユーザー要求を処理できるようになる、まあ、そんなことになります。 これがですね、オンプレミスのときの話なんですけれども、クラウドサービスになるともっと重要ですよね。他の会社のそんな無茶なことを操作をしようとするユーザーがいた場合に、自分の会社にもしかしたらこう影響が出てきてしまうかもしれないということもあってですね、5000件問題っていうのが、ああオンライン、クラウドサービスになってもですね、まだ残ってる、そんなわけになります。で、まあ、つまりですね、5000件問題っていうのは、5000件よりも多くのアイテムを 保存できないとかそういう問題ではなくて、一度にここ大事です。一度に処理することができないっていう、そんな制限なわけですね。ですので、シェアポイントのドキュメントを読むとですね、リストには最大で3000万件までデータが格納できますよって書かれてるんです。ここが大事なところですね。一度に処理できない。では、どんな処理が対象になるかっていうとですね、5000件よりも多くのアイテムを一度に取得する、または 一度に並び替えるだとか、一度にこうフィルターかける、グループ化する、そんな形の処理、これをシェアポイントはブロックする。それによって、スケールサーバーだとか、全体の負荷をまああの下げるみたいな、そんな形になります。これがオンプレミスの時から続く5000件問題、5000件の制限なんですけども、なんとですね、恐ろしいことに、さっきも言いましたけども、この5000件問題、今でも私たちの身近に 確かに存在するわけです。ですので、このあたりをですね、ちょっと詳しく知っておくと、SharePoint のリストをもっとこう有効活用できる、まあ、そんなところがです、ね、あるのかなと思います。では、こんな5000件問題、シェアポイントもです、ね、ただこう見てるだけじゃないんですよね。何かしらこう対応して、さっきの3000万件まで入るデータをです、ね、こうユーザーに使ってもらいたいようにこう、いろいろこう対応してきているわけです。でまあ 例えばどんな対応しているかというとです、ね、シェアポイントのモダンリストは、一度に5000件以上のデータをまとめて取得しないようにです、ね、この遅延読み込みっていう機能をあのモダンリストでは実装しています。まあ、どういうことかというとです、ね、このユーザーがこのシェアポイントのリストを開いたときに、まあ、ビューが開かれますよね。そののビューの表示に必要な 数のアイテムだけを取得すするんですね、まあ、それによって、このビューの対象が5000件とか1万件のデータがあったとしても、ユーザーが今見るために必要なデータだけをシェアポイントから取り出すことで、まあ、の負荷を下げているという、まあ、こんな動作があります。私のです、ね、例えばこのフル HD の画面だとかだと、大体です、ね、1回のビューを開くと100件が表示されますね。100件 で一番下までスクロールすると、また次の100件が、えー、とシェアポイントから取得されて表示がされる。また一番下まで行くとまた100件。まあ、そんな形の,この遅延読み込みっていう操作で,です、ねえっと、一度に取らない、取得しないっていうところを実現しているというわけです。ではもうちょっとです、ね、このシェアポイントのリスト、具体的にまあどんな利用シーンがあるか、まあ、こんなふうに利用されているだろうなっていうところをこう考えていくとです、ね、例えばこんな処理を考えましょう。リスト の中に入っているデータを更新日時順にこう新しい順に並び替えて一番新しいものの5件だけ画面に表示したいなって例えばこんなことよくありますよねその時リストのデータを並び替えて先頭の5件表示するんですけれども大事なのはこの結果だけを見るんではなくてこの途中の処理を思い浮かべることなんですね途中で何をしてるかっていうと この5000件以上ある、例えば数万件あるデータを並び替える、相当する、そんな処理が途中でシェアポイントは裏側ではやってるわけです。ですので、このリストから更新日時の新しい順にアイテムを5件取得して表示するっていう処理は、シェアポイントリストの中に5000件以上アイテムがあると、ブロックされて表示ができません。表示がでできないんですね なぜかというと、全体を表示した、なるべくこの途中の処理がブロックされるからになります。で、この途中の処理がブロックされる、ここをですね、なんとか解消しないと、結局はやっぱり、シェアポイントリストって5000件までしか入んないんでしょ、みなるわけなんですけれども、それに対してシェアポイントはこんな対応をしております。列インデックスっていう機能が、これ、シェアポイント、昔からあるんですね。 で何をしているかというと、シェアポイントのリストの中に入っているデータを、ああ、あのデータはあそこにあるな、このデータはここにあるな、このデータはあそこだし、みたいな形で,です、ね、このシェアポイントがユーザーがそう要求する前に前もってです、ね、あ後から利用しやすいように、まあ、整理しておくですね、シェアポイントが整理しておいてくれます。でこれにすることによって、シェアポイントは突然、じゃあ、あのえー、っとこの、 1>, 1万件のデータ並び替えてって言われても、下準備がちゃんとできているので、あいよってこうすぐ並び替えたデータをユーザーに返すことができるんですね。ですので、シェアポイントはこの列インデックスっていうのを持ってさえいれば、5000件以上のデータがあっても処理ができる。そこが大事なところになります。この列インデックスなんですけれども、簡単に作成できます。リストの設定画面から、 列の設定の一番下にあるインデックス付きの列、この設定を見ると、新しいインデックスの作成というところがありますので、そこから、例えば、並び替えで利用する列だとかに対して、インデックスをつけて作成する。これだけです。これだけです。ただしですね、シェアポイント、ここがちょっとあの厄介なところなんですけれども、どんな種類の列であってもインデックスが作成できるかというと、そうではないですね。例えばですね、 1えと一行テキストだとか、あとは選択肢の列、あとは数字の列、あとははい、いいえ、日付とに時刻とか、そういうのはインデックスを作ることができるので、5000件超えた場合は、この種類のえと列で並び替えだとかができるんですけども、複数行テキストとか、あとは選択肢列、選択肢の間でも複数の,あの選択肢を選ぶことができるように設定したされた選択肢列とか、 あとは集計値の列、ハイパーリンクだとか、基本的にこう複数選べるようなものは、インデックスが作ることができません。ですので、この辺りもちょっと覚えておくといいのかなと思います。ちょっとはまるのは、ここですねあの個人の列、ユーザーを指定する列とか、あとは管理されたメタデータっていう列とか、あとは他のリストのアイテムを参照する、ルックアップっていう列は、インデックスは作成できるんですけども、 5000件問題を完全に回避できるというところではないんですね。ここはちょっと制限付きになります。ここもちょっと覚えておくといいのかなというところですね。で、この列インデックスさえ作れればですね、リストアイテムに、あリストの中にですね、アイテムが5万件あっても10万件あっても、フィルターもできるし、並び替えもして利用することができるという形になります。はい、で、この列インデックスなんですけれども、 まあ確かに便利なんだけれども、一般のユーザーがですね、こんなインデックスごとまで考えて、リストを利用させるのちょっとめんどくさいなって、やっぱり思うんですね。ですので、シェアポイントはですね、また考えたんですね。じゃあ、ユーザーの操作に合わせて、必要そうなインデックスを事前にシェアポイントが作ってしまおうっていうことを考えました。例えば、ユーザーがですね、このリストの中でこの選択肢、 っていう列をですね、並び替えたらですね、あこの人あこの人っていうか、まあ、この人、選択肢の列で並び替えた、じゃあインデックス作ってこうってなるとですね、さっきの設定を見ると、この選択肢、いっていう列に自動作成されましたって書かれてですね、これがシェアポイントがユーザー操作に合わせて、必要だろうなっていう、あの、インデックスを勝手に作成してくれる、まあ、そんな動作が今は実装されています。ですので、 ユーザーはですね、ふだからこのリストを並び替えたりして使ってさえいれば、あんまりインデックスっていうところを普段は意識しないでも使えるようになっているというところが、今のこのモダンサイトになります。で、この自動作成が実行されるタイミングは、このリストの中にアイテムが5000件を超えている場合になります。 でちなみに、さっき紹介したあの3つぐらい種類があったルックアップの列は、ですね、この自動作成がされませんでしたというところが、ですね、今回ちょっと確認したところになります。で、まあ、このインデックスによって5000件問題、まあ、うまく解消されたなというところで、ですね、今度はあの2000件問題あ、2000件じゃない、2万件問題というのを聞いたことがあるかもしれないんですね。この2万件問題、こちらはですね、どういう問題だったかというと、この列インデックスの自動作成は、 アイテム数が理想の中のアイテム数ですよ。2万件以下の場合にしか動作しませんよ。ですので、2万件超えたら何か手当てする必要がありますよっていうのがですね、この当初2万件問題だったわけです。で、解決策は簡単です。この2万件を超えた場合には、列インデックスを手で自分の手で手動作成しましょう。これだけです。ですので、2万件問題は大した問題じゃないです。自動的に作成されないだけ。今は シェアポイントオンラインはですね、アイテム数が何万件あっても、列インデックスを手動で作成できるので、手で作成してください。これだけです。ただしですね、先月確認したらですね、2万件超えていても、列インデックスが今自動作成されるようになっていたので、この2万件問題、あんまり今は意識する必要がないかもしれないですけれども、まあ、前はこんな問題もちょっとキーワードとして出てきてましたねというところですね。では、ここまでちょっとまとめましょう。5000件問題はですね、 処理の負荷、大規模なアイテムに対する処理の負荷を軽減して、より多くのユーザー要求を処理するため、そのためにシェアポイントが設けている制限になります。これはまだ今でも実在する5000件の制限です。で、列インデックスを作成する、これによってこの制限を回避することができる、この機能がですね提供されています。この列インデックスは 普段からリストを利用さえしていればですね、ユーザー操作に応じて自動的に作成されることもあります。作成されなければ手動で作成したらいいだけです。はい。これだけでですね、この5000件問題、ある程度回避することができます。簡単ですね。この列インデックス、今日は覚えて帰ってください。ではですね、もっと見てみましょう。この今のモダンリスト、これが今、 シェアポイントのリストの中では中心的な存在なんですけれども、じゃあこのモダンリストはさらにどういう動作になっているか、このあたりを詳しく見ていくと、よりこうシェアポイントリストのこうバッドパターン、グッドパターンが見えてくると思うんですね。ですので、ちょっと見ていきたいなと思います。先ほどご紹介したように、インデックス付きの列であればですね、フィルター操作もできるし、並び替えすることもできます。で、ちょっとさっきあったあのルックアップ。 の列3つぐらいの種類があった、ルックアップの列はですね、フィルター操作はできるんですけども、並び替えするとですね、なんか並び替えたようなあの振りだけして並び変わってません。ここがですね、このルックアップ列、ユーザー個人列と、管理されたメタデータ列と、あとは他のリストを参照する参照列、この3つぐらいの列のですね制限になります。並び替えができません。5000件超えるとですね、ここが注目点が注,注意点かなと思います。ではもう一回インデックスついた列の動作を あインデックスがつかない列の動作をです、ね、見ていこうかなと思うんですけれども、インデックスが今度はついてない列では、この複数の選択肢列ですね、これなんか時々動作が変わるんですよ。フィルターができる場合もあれば、フィルターができない、何も表示されない、こんな場合があります。ここの違いが何かっていうのを知っておくとです、ね、もうちょっとシェアポイントのリスト、大量のアイテムを保存して利用するときのちょっと手がか,かりになるかなと思います。 どういうことかというと、対象の操作対象のアイテム数がですね、リストの中に保存されているアイテム数が5000件以下であれば、もう何も制限なく動作するんですけども、5000件より多ければ、次に考えるのは、列インデックスがそれは利用できる操作かどうかというところですね。並び替えだとか、フィルター、問題なく動作します。まあ、ルックアップ説には制限がありますけど。では、列インデックスがついていない列。 さっきの複数選択できる選択肢列とか、そのあたりでは一体何が起こるのかですね、このあたりをちょっとこの辺あのご紹介したいなと思いますね。インデックスがつかない列に対してフィルターをかけるとですね、面白い現象,があの実あの現象が実装されています。まずは、例えばさっきの,あの複数の選択肢列でフィルターをかけるとですね、の今の表示されているリストの 頭一番先頭からですね上位2万件分に対して、この今かけたフィルター条件に適用したアイテムがあるかどうかっていうのを、シェアポイントは裏側でチェックします。その上位2万件にアイテムがあれば、ユーザーに対して、パッとこの結果を表示することになります。上位2万件にアイテムがないと、先ほどの右側にあった画面ですね、真っ白の画面で何もアイテムが表示されません。 でこの何もないあの表示なんですけども、よく確認するとですね、その他のアイテムを読み込むっていう、これこ,こがあのクリックできるメニューになってますで。このクリックできるメニューを読み込むと、さっきは上から2万件だったんですけども、今度はその次の2万件に対して、また同じフィルター操作をして、えー、目的のアイテムがあるかどうかっていうのをチェックします。この動作をですね、えー、とアイテムが見つかるまで、例えば10万件あったら5回とか、 20万件あったら10回とかですね、このその他のアイテムを読み込む、読み込むって押すたびにですね、2万件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 ってこう、見ていくと、そんな形の動作になっています。ですので、いくらアイテムが多くてもですね、エラーになることはないんですけども、のその他のアイテムを読み込む、ここのボタンクリックしたときに何が起こってるかっていうのを理解していただくと、よりいいかなというところですね。で、さらに詳しく知りたい方の場合、 人にあの情報なんですけれども、このその他のアイテムを読み込むって、ポチッとクリックするとですね、シェアポイントに対して、このレンダーリストデータ s ズストリームっていう、まあ、API のエンドポイントに対してですね、リクエストが4回飛びます。で、この4回はですね、この1回あたり5000件のデータを対象にフィルターをかける、その処理がです、ね、計4回飛ぶので、これで2万件あの評価することになっています。ですので、えー 例えば、さっきの話だと、上から5000件ずつ4回分けるので、2万1件目にある時ときと、2万、違うな、2万1件目にあるときと3万件にあるときは、のその他のアイテムを読み込むは、ポチッと押すと、いずれにしても2回で表示されるんですけども、2万1件目にある方がですね、ユーザーに対するあのレスポンスは早くなるので、できるだけこう、 リストのですねこう頭のほうに目的のアイテムがあるように、あらかじめ並び替えできるんであれば、並び替えといたほうが、ユーザーに対するレスポンスが早くなると、そんな感じの動作ですねになっています。では、もうちょっと見ていきたいと思いますね。次は、このインデックス付きの列を複数使って、組み合わせた条件のフィルターをかける場合ですね。例えば、選択肢 E っていう列で最初にフィルターがかけましたと。 この結果に対して、じゃあ次、この選択肢度っていう列で、じゃあ複合条件のフィルターを作りますという場合にはですね、1つ目のフィルター、こちらはインデックスがちゃんと効くので、パッと動くんですけれども、2つ目のフィルターはインデックスが働きません。まあ、どういうことになるかというとですね、最初のインデックス付きの列を組み合わせたフィルターの1つ目のフィルターで、フィルターできたアイテム数が、 5000件よりも多い場合には、先ほどの上位から2万件ずつを評価する、そんな形の動作になるという形になります。ですので、2つ目のフィルター条件ではインデックスが効かないということですね。ちょっと見ていくとですね、一番この左に元のデータがあって、1つ目のフィルターで3万件までしか絞り込めませんでしたと。その場合は、2つ目のフィルター条件は、ユーザーがリストを開いたその瞬間にはですね、 上位2万件分のデータしか見ませんでこの上位2万件にこの2つ目のフィルターにも適用するアイテムがなければ、さっきのその他のアイテムを読み込むっていうのが画面上に表示されるので、それを読み込むと初めて、この最後のもう1万件のデータの中で、まあ、このフィルターにあの合致するものがあるかどうか、これをチェックするわけですね。でですのでこのこ できる限りですね、この1つ目のフィルターで2万件以下に抑え込むと、ユーザーにはこのその他のアイテムを読み込むっていうのをクリックしないでもですね情報を出すことができるので、この1つ目のフィルターで2万件以内ここですねここポイントですここの2万件以内に絞り込むような,なんか条件があるとですねベスト、ベターですね、理想は5000件以下に絞り込む、これがベストなんですけれども。 まあそんな5000件か2万件、このあたりの数字もですね覚えていただければなと思います。で、この1つ目のフィルター、2つ目のフィルターなんですけれども、どうやって順番確認するのかっていうとですね、この GUI 上のこの列の、列名のところで,ですねフィルターをかけた場合には、そのフィルターのかけた順番に従って、この URL にパラメーターが勝手についていきます、このリストのビューの URL にですね。 でそれをよく見ていくと、フィルターフィールド1とかフィルターフィールド2とか書いてあるので、番号が若い方が1つ目のフィルターってことですね。で、ビューを作った場合、こちらはですね、ビューの保存画面見ていただくと、この上にある方がですね、1つ目のフィルターですので、この1つ目のフィルターでできるだけ数を絞り込んでおく、ここをですね、意識しておくといいのかなと思います。あとちょっとこちらはですね、参考なんですけれども、こんな操作あんまりやらないと思うので、ちょっと参考ですね。 インデックス付きの列、例えばこの選択肢 E っていう列で、フィルターもするんだけども、同時に並び替えもするっていう場合にはですね、これもインデックスが効きません。ですので、この場合も、このフィルターっていう条件で2万件だとか5000件だとかに、できる限り数を絞っておく。これがですね、ポイントになります。そのポイントさえクリアすればですね、何万件データがあっても関係ないですね。 えとフィルターの条件、特にあのビューの作成画面からはです、ね、アンド条件とオ r 条件っていうのをフィルターで選べるんですけれども、インデックス付きの列を組み合わせたフィルターであったとしても、アンド条件、さっきも言ったとおり、2つ目の条件ですね、例えばこの下の条件、こちらはインデックスが効,く効きません。上のほうの列でできる限り絞り込んでおきましょう。で一方のオ r 条件、こちらはです、ね、順番関係なくインデックスが効きませんというところになります。でですので まあの列インデックス作っていただくっていうのはまあ大前提なんですけれども、さらにこう快適に使うためには、この列インデックスが有効に働かない、このいくつかのパターン、こちらをですね押さえておいていただいて、できる限りパターンを避けて利用できるといいのかなと思います。まずはインデックスが付いていない列で並び替えだとかフィルターする、もちろんインデックスが付いてないので、インデックスは働きませんよね。あとは複数のインデックスの付きの複数のインデックス付きの列を 組み合わせたフィルター条件。これも2つ目の条件ではインデックスが効きませんと。1つのインデックス付きの列で、並び替えもフィルターも同時に行っちゃうパターン。これもですね、インデックスがうまく働かないことがあります。あとはオア条件のフィルターですね。ですので、このあたりをうまく避けるようにですね、リストの項目だとか、あとユーザーが絞り込むための操作すると。 オペレーションだとかですね、そのあたりをこう考えていただけると、一番快適に使えます。ただし、先ほどから言ってるように、モダンリストであれば、その他のアイテムを読み込むっていう操作がですねユーザーに提供されるので、これをクリックさえすれば、どん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 あのえとさらにえと下のほうにあるデータ、下のほうにあるデータで探っていけるので、どうしても避けれない場合は、のその他のアイテムを読み込むっていう操作をユーザーさんに案内してあげるのがいいのかなと思います。 はい、じゃあ、ここまでまとめますね。列インデックスが有効に働かない、列インデックスは大事なんですけれども、それが有効に働かないパターンもあるよというのを知っておくといいかなと思います。特に実際の運用でよく使うのはです、ね、このインデックスがついた列を複数、複数のインデックスがついた列を組み合わせたフィルター条件。このときは、A&B で、B&A でもあの結果は一緒なんですけれども、できるだけ最初に指定する条件、フィルター条件 件で対象のアイテム数を絞り込むように順番を意識してくださいというところですね。で、えー、とモダンリストを使えばですね、その他のアイテムを読み込むっていう、こんな便利な機能がモダンリストには実装されてますので、こちらの使い方もですね、ぜひあのユーザーさん、大量のアイテムが保存されてきた場合はですね、ご案内していただければなと思います。ではですね、この調査結果から導くこのリスト利用の極意なんですけれども、ビューを作るとき、 また、ビューを表示するときは、必ずインデックス付きの列、インデックスを付けられる列で並び替えをしてくださいと。アイテムを探すときには、このフィルターという機能が大事になるので、こちらを有効活用しましょう。このフィルターもですねインデックス付きの列でフィルターをする。そんな形で,ですね設計していただければなと思います。複数のインデックス付きの列を組み合わせる場合には、できる限りこり数を、1つ目の条件で数をできる限り絞り込みましょう。 であと最後はですね、その他のアイテムを読み込む、これがモダンリストに実装されてますので、ぜひこちらをですね、活用していただければなと思います。ではちょっと実際の画面を見てですね、少しだけ、えー、と動作をですね、解説しようかなと思いますね。はい、ではまずですね、こちら、えーと、ここのリストにはですね、データが5500件入っておりますね。でこ ここの選択肢 E っていう列はインデックスがついてるんですけれども、選択肢ロっていう列にはインデックスがついておりません。じゃあ、動作の違い見ていきましょうね。えっと、一番分かりやすいのは並び替えですので、並び替えます。選択肢 E を並び替えると、はい、並び替えましたね。E、A から始まると。まあ、Z から始まるでも、どちらでもいいんですけども、並び替えすることができます。一方、この選択肢ロこちらはインデックスがついてません。並び替えてみましょう。 はい並び変わらないですね。これが選択,あの選択肢じゃないです。列インデックスのですね効果の違いになります。で、実際の皆さんの環境では、おそらくですね、よいしょ、列インデックス自動作成されるっていうのがあのデフォルトの動作ですので、先ほどの選び替え、選択肢、ロー並び替えすると自動インデックスが作成されるんですけども、 えっと今、裏側で今、その機能を無効にしてるんですね。これです。SharePoint リストの詳細設定に、インデックスの自動管理を許可しますかこれ、はいが規定な,のなんですけども、今ちょっといい絵にしてましたね。じゃこれをはいにもう一回戻しまして、よいしょ。はい、見てみましょうね。先ほどと同じ、えっと、リストなんですけども、今度はこっちの選択肢、色、並び替えてみますね。え、並び替えます。 今ちょっとこんな状態になりましたね。これ、今裏側でインデックスが作成されています。ちょっともう一回並び替えましょう。はい。ね。今回はちゃんと並び替えました。で、これ、並び替えることができたのは、インデックスが作成されているからです。この列の設定のインデックス付きの列、見ていきましょう。見ていくと、はい。この選択しろ、今自動作成されました。まあ、こんな形で。 ユーザーがフィルターじゃないな、並び替えだとかしたときにですね、列インデックスが自動作成されていくというところになります。今、5000件だったので、結構早く作成されたんですけども、アイテム数が10万件ぐらいあるとですね、インデックス自動作成とかインデックス作成に5分ぐらいかかるので、少ないときから利用していれば特に問題ないかなと思います。じゃあ次ですね、こちらはですね、データが今度はちょっと ID で並び替えてみましょうあ。あちなみにこの ID はですね、 あのインデックス作らなくてもインデックスがついた列も動作をしますね。今、データがです、ね、9万3701件入っているリストがあります。でこの9万3701件目にです、ね、選択肢 Z っていうのを選択したアイテムが入っていますね、はいで。ここのリストはこの選択肢 E でもローでも、あ,のあれですね、えーっと、インデックスがついているんですけども、ちょっと並び替え変えましょう。ではいきますね。えー とここで何を見せたいかっていうと、さっきのあのインデックス付きの列を複数組み合わせた場合に、2つ目の条件ではインデックス効かないよっていうのをちょっとお見せしたいなと思います。えっ、ー、とですね、ここでは、では、うーんとですね、まあ、選択肢 E はですね、ちょっと何個か選んでおきますね。B、C、D、E。適当に。あと Z も選びましょうか。これでおそらく、あのこの条件ではアイテム数5000件以下までは絞り込めてませんね。はい。その状態で選択肢 L。 のですね、フィルターで9万7千何百1件目にあった選択肢 Z が選ばれているアイテムをここで適用しようとするとはい、出ましたね。その他のアイテムを読み込む。これが表示されます。で、これはですね、何回かクリックするとさっきの最後の方にあったアイテムが表示されるという形になりますね。ちょっと見てみましょう。1回、2回。 1>, 1回、2回、3回、4回、はい。わかりますか今、4回ですよね。表示したときに2万件、その後のクリックで4万件、その後のクリックで6万件、その後のクリックで8万件まで見て、最後の4回目で、えー、っと、10万件まで見れるので、9万3701件目のこのアイテムが表示できたという形になります。ですので、エラーではないんですね。 シェアポイントがそこまで評価してないっていうだけなので、のその他のアイテムを読み込む。こちらをですねクリックする、そんな操作を覚えていただくとですねいいのかなと思います。では、ちょっと戻りますね。でですね、シェアポイントの,この大規模なこうリストをですね利用するには、絞り込むっていうのが必要な,の必要なんですね。フィルターで絞り込むっていうところが重要になってきます。ですので、この モダンリストになって新しく追加された、この右側のこのフィルターウィンドウですね。こちら結構、あの、リストアイテムが増えてくれば、くるほど、ここのフィルターウィンドウを利用するっていうのが大事になってくるので、ここの使い方をですね、ぜひあの覚えていただければなと思います。あの、リスト作ったばっかりでも、ここにあのいくつかのフィルター条件出てくるんですけども、もしそれでも出てこなかった場合にはですね、こちらの、えっと、列のこのタイ、あの、 タイトルのところから列の設定でフィルターウィンドウに固定とすると任意の,あの列のフィルターをここに追加できるのでこの辺り覚えておいていただくといいのかなというところですね、えっと、まとめていきましょう5000件問題なんですけどもこの列インデックスそしてモダンリストを使うとですね結構対処することができますシャープリの5000件問題は負荷軽減のために今でも存在しています全く解消はされていませんただし このアイテム数が多くなった場合には、列インデックスっていうのを利用すると、それを回避して使うことができます。で、さらにこう便利に使うにはですね、先ほど言ったモダンリストの動作、あのその他のアイテムを表示するって、あそこに出てくるあの操作、あそこって何なんだろうなっていうところをですね、理解しておいていただくと、さらにいいのかなというところになります。ではですね、ちょっと時間が余りましたので、ボーナストラックになります。 皆さん、いろいろ聞いて、聞いて、気になっているところもあるかと思うんですけども、シェアポイントの中にはですね、ルックアップ列っていう他のリストを参照できる、まあ、そんなえと列を作ることができますね。で、そのときに、このルックアップの参照先が10万件データがあったら、このルックアップ列ってどうやって動作するのかなって気になりませんかね。まあ、ならないかもしれないんですけども、僕はなったので、ちょっとやったんですけども、そのときはですね、こうやって、えっと、 対象のですね、えっと、アイテム、今回はタイトル列を参照してるんですけども、ここに含まれるこうキーワードだとかを入力すると、そこでこう検索結果としてこう出てきてくれるので、こっちに10万件あったとしても、この参照する、検索する列に対してインデックスさえつけておけば、あの、ルックアップもあのちゃんと動作します。はい。たしですね、この大量のデータをこう対象としたルックアップ、動作するんですけども、 この検索したときは、これまたちょっとやらしい動作で、のその他の結果っていうのが、先ほどのリストのその他のアイテムを読み込むと同じような感じなんですね。最初の検索を実行されたタイミングでは、参照先のリストに対して、この上位の2万5000件ずつあの探していくことになります。このときは、参照先のアイテムが文字コード順に相当される。 そんな対象をこうイメージして、その上位の2万5千件を探索します。で、ここに見つからなかったら、ユーザーがまたその他の結果というのをポチッとクリックすると、また次の2万5千件をこう見に行くというような形になりますね。ですので、ルックアップ列を使う場合には、対象の列にインデックスをちゃんと作っておいてくださいというのと、あとその他の結果というのが出たときのですね動作を覚えておきましょうということですね。 グループ化とか合計っていう機能ありますよね？あんな機能はじゃあ5000件超えるとどうなるの？って言うとですね。実はこれうまく機能しなくなります。ですので、このグループ化で表示するだとか、あとはあの集計一番下にこうへ普段な形で集計とかして表示したい場合にはですね。あらかじめ、この対象を5000件以下にフィルターできるフィルター条件、そんなのをかけた上でグループ化しておかないとですね。これはうまく動きません。 これちょっといまいちでしたね。うまく動きません。はい。実際の運用ではまりそうなポイントですね。あの選択肢列にインデックスをつけておくとですね、リスト内のアイテム数が2万件を超えたタイミングで、このインデックス付きの選択肢列に新しい選択肢を追加できなくなります。はい、ですので、対応、ここの回避策も簡単です。このインデックス1回削除して、あの選択肢追加後にもう1回インデックス、手動で作り直してくださいっていうところなんですけれども、 まあ、あの急にエラーが出るので,です、ね、ちょっと分かんなくなるかもしれないので、ここはちょっとあの検証して、ああ、よかったよかったっていうところですね。い,いですね。今度はですね、シェアポイントのリストアイテム、この上位サイトだとかから、えー、と権限を継承する、そんな考え方があります、まあ。リストのアイテムの権限はリストの権限を引き継ぎますし、リストの権限はサイトから権限を引き継ぐ、そんな動作が標準ですね。 でこちらをですね、リストに対して独自の権限を設定したいから、この権限の継承を中止するっていうオペレーションもできるんですけども、このリストに対してですね、10万件アイテムが入ると、権限の継承を中止することができなくなります。はい、またはもう一回、サイトから権限継承しようとして、再継承する動作も、ここでブロックされちゃうので、権限の設定はですね、アイテム数が10万件超える前に行ってください。 あとはですね、こちらはあのグッドニュースですね。5000件問題と関係なく動作する機能もあります。Excel へエクスポートする機能、あとは PowerQuery からの参照、あとは Access からのリンクテーブルですね。こちらはあの5000件と関係なく1十万件あっても動作しますので、リストに保存されたデータの集計だとか分析にはですね、Excel、PowerBI、Access だとかを利用していただくのがまあいいのかなというところです。あと、気になるところはですね、 パワーアップスの委任、キャンバスアプリの委任ですね。で関数で、この委任できる、委任に対応しているはずの関数を作ってです、ね、データ取得したんだけれども、データを取得実行時に、こんな、えー、っと管理者が指定し設定したリストビューの指揮位置を超えましたよみたいな、そんなエラーが出る場合もあります。はい、この場合もです、ね、この対象の列に対してインデックスを作っておけばちゃんと動きます。でですの,でこの パワーアップスのキャンバスアプリで委任を考えるときは、インデックスも同時に検討してみてください。パワーオートメートも一緒です。複数の項目を取得するっていうアクションがシェアポイントの、えー、とアクションでありますけれども、それもですね、アイテム数が多い、えー、リストに対して、フィルターだとかをかけると、同じようなリストビューの式位置を超えてるため、ほにゃららっていうエラーになります。このときも対象の並び替えだとか、 フィルターをかける列に対してインデックスを作っておくというところが大事になります。ですので、皆さんに今日覚えておいていただきたいのは、一番覚えていっていただきたいのは、インデックスっていう操作ですね。これさえちゃんとつけとけば、ある程度動くようになります。ある程度というか、大体動くようになります。では、えっと、 本当のまとめですねこのセッションでこう今日お伝えしたかったことはです、ね、結構5000件問題ってみんな聞いたことはあってシェアポイントって5000件までしかデータを保存できないからやっぱりシェアポイントじゃないものをあの検討しなきゃいけないねみたいなことを言うことがあるんですけども5000件問題は今日言ったようにインデックスだとかモダンリストだとかを使うとですね うまく回避できることがほ,ほとんどです。回避できるんですね。ですので、この5000件問題は正しく怖がっていきましょうというところがですね、今日のセッションで伝えたかったことと、あと、やっぱり使うにはですね、このモダンリストっていうのをですね、活用する、そこも大事になりますので、そモダンリストはいいぞというところをですね、ちょっとお伝えしたかったかなというところになります。といったところで今日のですの、ね、この5000件問題のセッション、以上でございます。 ありがとうございましたはい、ありがとうございましたごめんなさい、しゃべって。<laughs> よいしょ。じゃあ、えー、Q&A に入りたいかと思います。何人かクエスチョンいただいてたのはあるんですが、しょえー、と1個目、なんか、列インデックスは後から設定しても、以前に作成したリストにも作成されるのでしょうかと。ああ。 あそうですね列インデックスはいつ作成しても大丈夫です。それまでに作成されてたアイテムも、作成したタイミングで、あの後追いで、えっと、保存されてたアイテム全部にインデックスがつくので、いつでも大丈夫です。いつでも OK、はいはいで。もう一個あったのが、列インデックスの自動作成は2万件超えたら、作成されなくなることもある。あ,あはいはい。あ、なるほど、なるほど。 はいえー、とここで作成されないこともあるってお伝えしたのはです、ね、あの列インデックスに対して対応している列であればあの100%作成されますが、例えば今回であの制限付きだったルックアップ列とか、あとはえと複数を選べる選択肢列の場合ですとか、その場合は作成されない,作成されないんですね。こここはご注意してくださいっていうところとうろ あと、その制限のあるルックアップ列がもし作成されなかったとしても、そこでフィルターをかけたいだとか。その場合にはインデックスを作っておいた方がパフォーマンスが上がるので。その場合にはあの手動で作ってください。っていうお願いです。はい、なるほど。うん、そうですね。なんかやっぱりこうラジリストになってくると、やっぱり事前に自分か管理者の方がインデックス作るのがやっぱり1番おすすめですよね。うん,うん、なんか自動って怖いもんね。まあそうそうですね。 ね、でち,ょちょうど最後、その自動インデックスのところで、これはね、私もどうなんだろうと思ったんですけど、パワーアップス、パワーオートメイトでデータ取得される場合っていうのも、うん、自動インデックス不要の取り外もあるんですかね、今回、試した限りはです、ね、API からのアクセスは自動インデックスつかないですね。あのなので、パワーアップスだとか、パワーオートメイトからアクセスする場合には、あらかじめシェアポイント側で、えー、とインデックスを作っておく必要があります。 ああなるほど、これ、いいご質問ですね、うん、私もね、そうですね、もう何年も前から、マイクロソフトは API での自動インデックスも対応するよってずっと言い続けているんですけどね、いつまでたっても対応しないので、ちょっとあんまり期待しないで待ったほうが良さそうな気がしますはいはい、はい、なるほど。たぶん、私、拾ったのは以上なんですけど、他ご質問いただいてるのに、回答がまだですよっていう方いらっしゃいませんかね。